はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、青山ひかるの100の質問ということで、イエイ、待ってましたよ。ギャラリーがいる、まあ、サクサクやってって、はい、後からちょっと深掘ろうかなと思うので、はい、サクサクいきたいと思います。はい、頑張ります。はい、自己紹介をお願いします。はい、ゼロ次ゲーム部副部長、野生児ネコ娘、お尻が汚いグラビアアイドル、アミコと青山ひかるです。好きなゲームは、アクション RPG 系。好きなアニメは、スポーツ系だとスラムダンク、ロボット系だとコードギアス。まあいろんなジャンルによって好きです。ほのぼの系だとケオン。好きな色は青。好きな天気は晴れ。海派山派、あーどっちもどっち。右利き左利き。左利きなんですけどお箸は右。好きな音楽のジャンルは、ボカロアニソン系。一番使う SNS はツイッター。好きな芸人さんは、ネタ的にすごい好きなのは東京03さんかノンスタイルさん。楽器できる？できます、ピアノ。自慢の体のパーツは？目。エペックスの好きなキャラは？レブナントとワットソン。エペックスの好きな武器は？最近オルタネーターハマってます。好きなお菓子は？ポテチ。おでんの好きな具は？大根。好きな果物は？いちご。好きな動物は？猫。周りの人から言われる自分の性格は？しっかりしてんね。重鎮。重鎮。東京の好きな場所は？東京の好きな場所、池袋。地元のおすすめスポットは？ハウステンボス。地元のおすすめスポットは？もう一回。地元の自慢は？海がめちゃくちゃ近い。子供の頃の夢は？ケーキ屋さん。学生時代のあだ名は？なんて言うんだろうな、マチみたいな感じ。学校で苦手だった科目は？英語。反抗期はあった？あったあった。習い事してた？してました。水泳と空手とピアノ。アルバイトしてた？してました。居酒屋と、テレアポとパチンコのホール。旅行で行ってみたい国は？国、ヨーロッパ。国、ヨーロッパ。国フランス。住んでみたい街は？住んでみたい街、まあちょっとだけだったら北海道とか。年収は？年収普通のサラリーマンぐらいより下かな。行ってみたいデートスポットは？長崎のなんか夜景が綺麗なところ。ついやってしまう癖は？これ結構髪の毛触るかも。口癖は？マジか。自分の長所は？まあなんだろう、ごく普通の日本人。自分の短所は？泣き虫。よく見る YouTuber は？最近はこれこれさん、はじめ社長の畑とか、あとゲーム実況者。よく見る TikToker は？なんかお笑いのまとめ系が多いです。もし01に入っていなかったら何してると思う？配信者。友達と喧嘩したらどう仲直りする？すぐ謝る。私結構ごめんねとかも口癖です。集めているものある？結構ありますね。私は結構コレクターなんで、何でもかんでも、好きなアニメグッズは買っちゃいます。家の中で一番落ち着く場所は？トイレ。スマホのロック画面&ホーム画面は？ロック画面テイルモンのカード。ホーム画面はアニメーターの寿司おさんが描いてくれたまこちゃんと私です。キルラキルやん。はい、俺最近ぽよしさんの老婆になったよ休みの日は何する？寝てる。最近読んだ本は？めちゃくちゃ前になっちゃうな。なんか山田裕介さんのなんかゲームの話のやつ覚えてない。親指探しとかホラー系を書く小説家さんだったんだけど、はい、たまに感動系のお話とか。最近はちょっとそれこそ e スポーツが流行ってるからっつって、 e スポーツ系の多分ねモデルが梅原大吾さんになってるのかな。そういうお話でした。好きな映画は？映画はチャーリーズエンジェル。好きな漫画は？いっぱいあるなぁ。いっちゃん好きなのは坂本ですが。好きな男性の条件は？男性の条件、養ってくれる人好きなキャラクターは？まあ一番好きなのはリオン・マグナス。誰？テイルズ・オブ・ディスニーのリオン・マグナス。最近見たネットフリックスは？鬼滅の遊郭編。見るのが好きなスポーツは？バレエ。最近買った家電は？加湿器。カラオケでよく歌う曲は？ラッキースターのもってけセーラー服。遊園地デートします、最初に何乗る？最初にジェットコースター。ジェットコースター乗れるやつは乗る。本局富士急。自分を動物に例えると？猫。苦手な虫は？蚊
害虫系ですね。ゲジゲジとかムカデとか。最近嬉しかったことは？久々に DVD ロケで楽しかったかなと。ぜひチェック。ぜひ7月22日発売。最近落ち込んだことは？思ってるよりっていうので、まあ事務所の内部事情。最近泣いたことは？マネージャーと喧嘩して泣きました。最近爆笑したことは？爆笑か、基本的に何でも爆笑してる気がする。あ、ゆらゆらと DVD ロケ行ってたんですけども、まあそこのヘアメイクさんが結構面白かったです。これまでの人生最大のチャレンジは？あのあれだよ、フライングダイナソーに乗ったこと。好きな季節は？秋かな。冬といえば？みかん。夏といえば？海。好きな花は？チューリップ。怖いものは？霊系。一目惚れしたことは？ない。可愛いなと思う女性の仕草は？前髪こうやっていじってるわ。かっこいいなと思う男性の仕草は？あー、ネクタイかな、こう緩めるところ。行列のできる店に並ぶのは苦ではない？あー、本当に好きなやつだったら苦ではない。食生活で気にかけていることは？野菜を食べる。食べ物の好き嫌いある？あんまりない。チーズケーキだけ食べれないです。美容のためにやっていることは？最近美容液を変えてました。寝相はいい？いい方だと思います。あ、でも家だとダメです。それはダメな方だよね。朝起きて最初にすることは？ウーパールーパーの餌あげアプリの。寝る前に必ずすることは？スイッチのゲーム。最近見た夢は？それこそ今日今朝見たんだよ。なんかね、さらば青春の光の森田さんと一緒に仕事してて、なんか一緒に協力しながらやってた仕事をね。はい。尊敬する人物は？倉持ゆかさん。できないと思ったけど結局できたことは？フライングダイナソーを乗れたこと。大勢でワイワイするのは好き？まあ嫌いじゃない。セリフ覚えるの早い？めちゃくちゃ遅いです。撮影現場で焦ったことは？みんな昼に噛まれたこと。撮影の休憩中何する？携帯で自撮りかツイッター見てる。映画の打ち上げに参加します。一杯目何飲む？ビール。生まれ変わるとしたら何になりたい？飼い猫。前世は何だったと思う？猫。超能力が一つあったらどんな能力？瞬間移動。タイムマシーンで未来に行けたら何する？人類の滅亡を見てみたい。過去に行けたらやり直したいことは？英語をちゃんと勉強すればよかったなって思ってます。いつかやってみたい髪型は？めちゃくちゃショート。お出かけの時に必ずバッグに入っているものは？携帯の充電器。明日から無人島で生活します。何持っていく？ナイフ。芸能界に入って良かったことは？いろんな人と出会える、面白い人とも会えるし、いろんな経験ができる。国内外問わず会ってみたい有名人は？そうだな、漫画家さんとかかな。幸せを感じる瞬間は？一日中寝てる日。座右の銘は？何事も楽しむ。自分の魅力は？次の日には忘れてる。2022年の目標は？いろんなこともしたいですけど、やっぱりサブカルに特化して、頑張りたいと思います。これからの将来の夢は？まあ外に出てなくても配信で頑張れるような感じですかね。最後にファンの皆様に一言。はい、いつも応援ありがとうございます。ぜひこれからも01ゲーム部、01ファミリア、よろしくお願いします。はい、はい、決めましたね。はい、めっちゃ苦しい。好きなキャラクターテイルズすごいね。私テイルズオブシリーズがすごく好きで、まあ、全部やったとかではないんですけど、大体のお話は知ってるんですよ。すっげえあるもんね。そう、まあね、20何周年やってますから。無人島で生活、ナイフ。ナイフ必要でしょ、何事も。いざさ、じゃあ想像してさ、無人島に一人で、じゃあ昼の12時にたどり着いてしまいました。持ってるのはナイフ1本です。何するの？とりあえず焚き火の準備だね。どうやって火を起こすの？寒いからできるじゃん、これで。大勢でワイワイするのは好き？割と私はね、その辺に入れるんですけど、別になんか見てるのが好きなんで、自分が別に中心にならなくていいのでって感じ。ピアノできるんだね。そうなんですよ、小学校2年生ぐらいから4年6年までやってて、高校生はピアノの学科取ってました。反抗期はあった？あったあった。お母ちゃんにね、めちゃくちゃ反抗期で、中学校というか1回初めて学校を休んだら、ほらもう楽しいじゃないですか、1日何でもできると。それにハマっちゃって、たまに休んじゃって、まあ不登校とは言わないけど、週1は休んでた。
ヤンキーじゃん。いや、ヤンキーじゃないのよ。一番真面目だったよ、なんなら。集めているもの。ね、いっぱいあるのよ。すげえありそう。ポケモンのリザードンと人影だったら絶対何でも買っちゃうの。あの配信部屋の後ろ、本当にね、分かる方は分かると思うんですけど、ほぼオレンジ。ほぼオレンジ。遊園地デートします。最初に乗るのはジェットコースター。ありがとうございます。助かります。いやでもこれさ、ランドだったらみたいな感じで考えちゃった。ああ、あそこだったら乗れるからさ。ちなみにランドだったら何が好きなんですか？スティッチエンカウンター。あ、じゃあジェットコースターの話をしてるんですよ。え、ランドだったらスペースマウンテン全然乗れますよ。あんま乗ってないや。乗れんかもね。ありがとうございます。やだな。ありがとう。一番やだ。富士急だな。行きたくないからやめてください。マジ首取れたとか言いたくないんだけど。首取れたは誰も言ってないのよ。骨折っちゃった方はいらっしゃったけど。そうなんですよ。はい、自慢ですよ。え、すごいよねそれマジで。いや、キルラキル好きな人だったらマジ震えるね。寿司屋さんがね、私寿司屋さん総合フォローなんですよ。いいな。ありがとうございます。書いてくれた。ラフだけどって言われて。キルラキルポント買ったの。私もね、キルラキルはほぼほぼ、まああとグレンラガンも好きなんで、グレンラガンのものとかも結構持ってますね。いや、それだ。なんか会いたい人って言ったけど、私さ、緑川光さん大好きなのね、声優さんの。それこそリオンマグナスの声をやっていらっしゃる方で、会いたいとかじゃないんだけど、めっちゃ好きなの。なんかいつか声とかもらえたらいい。だから多分それやったら私もうやめていいってなる。芸能。芸能もう引退ですってなる。じゃあ芸能持ってきたら引退。もう最後、最後だよ。いやもうね、見てるだけでいい人って感じ。そのもう推しって感じだから。その実物も雰囲気がそういう感じ。あ、もうね、可愛いおじさんですね。可愛いおじさんなのね。え、だってもう40 50。他なんか有名タイトル。スラムダンクのルカワ。あ、そうなんだ。はぁ。ガンダムウィングのヒーロー。あ、はいはい。そこから売れてます。あ、そうなんだ。スレイヤーズとかも。あ、はいはいはい。緑川さんのキャラクターだったらどんなクソキャラでも好きになる。ルカワか。そうですね、ルカワ好きなんですよ。だから去年ルカワの靴出たのよ。そうなのよ。ゲットした。いいな、いいな。あ、じゃあ私誕生日プレゼントもくれるんですね。あれ、もしもし。あれ、次からお願いします。あれ、はい、そんなところでしょうか。そんな感じですね。いかがでしたでしょうか。どうですか、分かったかな。でも基本的に分かってることばっかじゃなかった。他に聞きたいことがあるならばコメント欄にお寄せくださいませと。はい、いつかね、コメント返しみたいな動画も撮りたいんでね。そうですね。ぜひ、よければ書いてください。はい。偏見でもいいですよ、偏見。偏見いいよ、偏見。青山ひかるはこんな感じだろう。青山ひかるの偏見ください。あー、推し。今ね、トムとジェリーのトムを抱いて寝てます。これはもう、偏見なんですね。家帰ったら、靴こうやってやってそう。やってない、やってない。さすがにやってない、それは。ポイポイってやってないよ、うち。ポイポイってやってる。ポイポイってね。今ね、トムがここにいて、サメがここにいる。トムがでもメインです、今は。そんな感じ。では、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。次は、誰かな。森カホかな。誰かな。